ズルズルどうも、ススルです。それとです。ノビーです。ということでやってまいりました、スル TV のチャーシュータイムをもう一度。うん。え、第何回か分かりません。ちょっと、25かな。おぉ。一週休んでしまったんでね。結構ね。はい。ちょっと間が一瞬でい間が一瞬。一休んだプラス、ちょっと遅れてるっていう感じで。すいません。はい、今日そのまま出しますんで、これ。おぉ。本日撮影しておりま、収録しております。わお新鮮な。新鮮なエキスを流し込みましょう。っていうのもね、ちょっと、そう。この、 先週の水曜日ぐらいから、ちょ、ノビさんがね。はい。そうそうそう。お亡くなりになりまして。一旦ね。一旦ね。見てきました、一旦。一旦ね、サンズを。サの顔を見るだけ見に行ってもらって。石を積み切ったので帰ってくる。あ、地獄行った積み切ることになんとか成功したんだろうな。られずに。蹴られずに。蹴られずに。なんとか危なかったよ、マジで。危ない危ない。よかったよかった。本当に。いや、もう大変でしたよ。あほんとに。隔離されて。ああ、その子供子からも。子っにね、映したくないから。なるほど。なるほど。本当に、まぶたを閉じ。 耳をを塞ぎ口いいででままししたたよコロナっなかょ全然違す普通のやつ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 なんかあんま聞いてない先生の話何したらあかんっていうことだけ聞いて自分がどうなってるかも自分が分かってるから症状はもう全部聞き流してなるほどやりましたでもその間にでもただただ俺はもう休んでたわけじゃないの 何何何画期的なことを思いついたから。何何何もう合コンモテモテ術。お何それ？気になる気になるそれっぽいことを言って運命感じさせる術をね。お何それ何を考えててちょ闇ながら。思いついたから俺。何何まず、まあ、ここでやろっかじゃあ。オッケーオッケー、言うよ。すする TV と、まず俺がさ、2月12日生まれやはい。で、それを2月と12日させて14じゃん。うん。 で、チャルさんが10月18日までやろ。18日。それを足したら28。28です。それを俺の14で引いたら、14でしょうん。あ、そっか、ごめんごめん、14。でしょで、するが1月12日までやろ。うん。それ足したら13やん。13。うん。で、それにするの生まれた月の1を足したら14やん。うん。みんな14やん。どういうこと運命数が14で揃ってんねん。おあ、これ何運命数の計算の仕方なのこれ。 いや、今、俺が考えただけだよ。あ、なにそれえ、それって、え、たまたま俺らはたまたまってこといや、だから、どうやって、こじつけ、頑張ったらこじつけてる無理やりね。そしたら、運命感じさせたアホな女やったら、落とせるよっていう。方法そんなんで落とせる女嫌いだわ。運命、運命いい女嫌いだわ。それっぽいやろ、全部、全部。まあまあ、それ意味わかんないけど、なんで俺から十何俺の14で引いたのかわからんけど。そういうのは、なんで勝手に1月で1出したのかっ 悪 <laughs> にでもいいからね、俺は。そうそうそう。なるほどね。ん、まあ、とでもこじつけられるっていう。なるほど、なるほど。方法やねんけど、どうこれ。例えば、じゃあ、え、5月18日生まれの人だったら ?5 月18日生まれだったら、だから足したら、うん、えっと、23や。23。で、そっから、えっ、ー、と、俺の、にゅを引いて、うん 14, うん、14引くと、2月の2を引いて、2月17、うん<し> 何クとかやってできるちょっと計算能力いるけど。まあまあ、俺ちょっと計算能力ないので、全く。3しか違わないからね、言っても。そう。3しか違わないってことは、いいことやから。3っていうのは、ギリシャ神話で、すごく縁起のいいものとされてるから。そう。だって3万包むから結構。そうそうそう。そういうことやから。結婚するときのその3万を引くことによって、そうそうそう。 それを引いた数の運命ですね。なんだよ。なるほど。みたいな感じでどんどんいけるから。いいですね。それらしいことを言えば。ああ。女って簡単なの本当。そうだよ。頭ある。うわ。うわ最後に。怖。誰だ誰だ。怖。うわ。本当に。なにそれ。なるほどね。えないです。まあそんなやついないからな。まあまあいや五分来れないそんなの。まあそうね。 合コンでそれやんのやばい。1歳ちゃったらまだいいけど。誰かやってみてほしい。確かに確かに。これ。なんとかして。合コンとかしばらくしてないもんな。行ったことあんのほんとに。もちろんもちろん。すげえ。だって、まあ、高校のあれを合コンっていうか分かんないけど。高校僕男子校なんで。そう、あの女子校とよく遊んだり。そう、タコの女子校とよく遊んだりしてたんで。とか、まあ大学1年の時はでもやったりしてたね。おー。 え、あ、知らなかった大学1年の時。合コンって俺したことない。あ、まじない。大学1年も。ない、ない。大学ですよ。大学生だぜってなんなかった。合コンだぜってなんなかった。なんなかったね。本当になってない。<当> まあ本当にこれも夏休みをまたいだことによって終わったけど夏休みまででした僕のその大学生らしい夏休み入ったもう一気に一気に陰キャモードでしたね夏休み入ったら夏休みが明けなかったからねああそのままねその感あるからそうそれでもう学校も行かなくなってそういうメンツとはつけなくなってっていうパターンでしたねまだ夏休みってことそうまだ夏休み人生夏休みいいじゃんうんあったかい常夏常夏ですよ チャルズはトコナーっつって。どうでした今週。なんだその振り方。その振り方やめろっみたいな感じ今週か。あ、今週。先週でもいいですよ。先週もなかったから。あ、先週俺、あれだわ。うんあの人に会いましたよ。誰ケミオさん。あ、あそうじゃん、そうじゃん。そうか、あれ先、あ、まあそうか、今もう先週の話ですね。先週ですよ。先週ですよ。そうだね。すごいね、やっぱね。あ、ほんと。ほんに。なんつうか。だって、下のね、歳が。 ああ、五ゴーとかだけど、とかだけど、もう、なんつか、出来上がってるね。自分の道を、マイウェイだよね、ほに。ゴーイングマイウェイですね。が出来上がってるのすごいよね、しかも。マジすごい。あれは。まだ俺たちはブレるからね。ブレちゃう。まだ。たぶブレないよね、ケミオさんブレなそう。あのまま行きそう。ね。マジですげえなと思った、話結構、やっぱ、向こうから、ガンガン。 そういうタイプでもなさそう。あ意外と。確かなんか一人の時は、暗そうだなっていう。いやでもまあいろいろ考えてるんだな、みたいな。うん、考えてはいそうだね。ブランディング強いな、そうだね、多分。相当強いな、それは。強い。あの年齢であの軸のブレなさはそうだね。すごいなと思います。なんか影響受けたケミオさんうん。 おしゃれになろうかなって思ったそれは思った。おしゃれになろうかなってね。まあ、ある、まあ、ある種のインフルエンサーですから接するもそうですよ。まあまあ、ある種のね。うん、ある種のそこはね、インフルエンサーたるもの、やっぱちょっとおしゃれさは。それは必要でいいと思う。必要ですよね。なるほど。ですかね。まあ、あと週末に栃木に遊んでたりしましたね、僕は。うん。直近だと。すごい、なんか。 まあ、休みっぽい休みだったからさ、今週の末って、うね、もう本当久しぶりなんか、なんもないみたいな感じだったんですけど。うん、<う>いろいろコロナの影響でね、<あ>ねいろいろなくなったから。予定とかなくなっちゃうで。そうです,ね,うすね。結局でもう、 ラーメン食うんだよね、なんか。ああ。ラーメン屋さんってでもやっぱ閉まんないよね、まだ。ラーメン屋さんは閉まんないね。うん。閉まんない。比較的閉まってない方だよね、多分。そう。閉まってるん閉まってる、閉まってる。閉まってていうか、あの、キャンセルが必要で、ああ、それでか。そういう居酒屋とかだと、やばいらしい。ラーメン屋さんってやっぱ予約していくもんだからさ。まあ確かにね。そうそう。健康やしな、しかもラーメンって。そう。結局健康だからやっぱ。栃木いいな。東京より安全そうだもんね。逆に安全そう。だ人全然いなかったし。そうだよね。最高はそうじゃん。 めっちゃいいじゃん。あの、ホムラとかやっぱ混んでたけどね。ああ、へえー。あ、ホムラ行ったんだ、今。こそみたいな。行きて。ね。と思って行ったけど、めちゃくちゃ混んでたわ、ホムラ。さすがやな。関係ないんだな、もう。ほんと関係ない。この間なんかテレビに出ちゃったんだよ。あ、そうなのあ、出ちゃった。出ちゃった。出ちゃったんだよな。出ちゃったって。それ言ったらすすれていいそうだった。そうや、な。すれて一番言われるから言ってる。出ちゃった そうそう、なんか日本のラーメン屋さんが選ぶ、尊敬できる。あ、へえ、すごいね。すげえ。なんか唯一、その東京以外のお店で。トップ店員みたいな、すごい。して同業から言われて、すごいね。あ、まあ、すごいですよ、やっぱ。まあ、楽しかったですよ。栃木も。そうだよね。はい。まじ、東京人めっちゃいるからね。そうなんだよ。だより渋谷行ったんだけどさ。あの。 めっちゃ人いた。今後な。渋谷だ。白井ではこんな男をずっいや、白井すぎて、うわ、肝って思ったんだよね。人はいるわ、外国人はマリオカートまだしてるまだやってんのまだやってた。えちょうど。そんなことしてるからやで。いつも通りじゃんって感じだった、本当に。確かに。何も影響ないな。家おれよ。今こそ俺、車の中からそれを覗いてたんだけど。ああ、なるね。車で通って、びっくりした。流行らしてくれ、家俺運動ツイッター本当そうだよ。 <laughs> ハッシュタグ、家俺でみんな促せ、家俺を。<laughs> そういうことだから土曜日、そう、俺とススルの、あの、友達の結婚式は延期になったあら、そうでね。残念やな。でも俺の高校の時の友達の結婚式は、結婚されて。結婚されて。あそうだったんだ。うん。まあでもなんかもう、めっちゃ厳重だった。まず入る時にも、すごいチェックされて。ええ。なんか熱とか、えー。ええ、ませんかっていや、いや、あのもう測る。そうええー、マジでもうが、保育園。めちゃくちゃガッツリ測る。すごめちゃくちゃ、もう、入ることに。 いろいろ、セキュリティがあって。まあまあ、そんぐらいしないとダメなんだろうね。セキュリティあって、で、まあ一応、ありましたけど、式は。ねえ。なんかすごい、あの、で、女の友達なんだけど、新婦側の友人として参列したんだけど。ないけどえ普通。えないよ。いや、あんまないけどあそうそう、あんまないけどあんまないけど。で、参列して、で、大企業と大企業の結婚だったんだ で、あの、すげえしょうもねえなって思った。名前控訴出しませんけど、大企業ってマジしょうもねえなって思った。どういう意味で挨拶とかもなんか。ああ、硬いって。いや、硬いっていうかね、なんか古い。ああ、まだ。古いし、で、余興みたいなのもあったんだけど、なんかとりあえず飲みますみたいな。うわ、うわなんか、そのタイプのね。昭和だわって思って、で、わみたいな。まあ、上司がその世代やからっていう。そう。ちょうど。で、まあ、結構みんな盛り上がってて、で、あの、 だから高校の時の男女グループなんだよ。でその一席になってて僕と付き合ってくれてるような人たちですからみんな結構はすってて斜めに見ててすごいもうかねそういうの見てわ古いねみたいな。やだなこの席でどういうのが新しい逆に いや、なんか、だから、なんていうの、ま、あとりあえず、そういう飲むとかは、なんか、違う。違う。飲むで盛り上がるの、ちょっと違うよね。まあに。まあ、おっさんが手を叩いてる姿が、目に浮かぶもん。でしょうなん癖悪いんすよ、こいつ。とかね。で、しかもさ、そのグループなんかその、神父と、神父との元彼がいるんだよ。な、うちの席には。そう。 読んだね。そのグループだから、そう。読んだね。そこ。まあそうそれがすごい面白かった。ああ。なんか写真そこだけ省かれてたり、思い出の写真ばっかりでスラ流れるじゃん。いや、ここ付き合ってたやんっていう。付き合ってたやどういうつもりで確かに。いや、まあ、だいぶもう生産されてる関係。まあ、それその、新、あの、なんていうのその男側も結婚したんだよ、この前。ああいや、もう。そう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 。お互い。ただ、その、 あの、元カレーは、あの、ちょうど最後に、あの、グラスパンって置いた時に、グラスがパリンって割れたけど。れどんな勢いで割ってんねん。やっぱなんかあるやん。そう。なんかあるねってなったら、すごい楽しかった。面白いな、な元カレそう、だから、俺もでも元カノを呼んでほしいなってすげえ思った。えすごい楽しそうだった、だから、それが。え。元カノのその神父姿を見るのが。 ああ、そうなんだ。いろんな感情があって面白いなって思った。いろんな感情あるよまあ確か経験はしてみたい気もするな。いい曲書けそうやもん。まあだからそんぐらい破天荒な審判で、そんな元か呼ぶぐらい。なのにめっちゃ堅実な男と結婚してて、ちょっと冷めた。いや、わかんない結局そういう、結局そういう人に収まるんだっていうのがちょっとつまんなかった。その、その新郎が、いや、 笑顔の絶えない家庭を作っていきたいと思いますって言ってね。誰が言うてんねんって。めっちゃ真面目そのやつだから。素晴らしい。誰が言うてん。っていうね。いい結婚式がありましたよ。いい結婚式やめたらいい。結婚式的にはね、すごい良かった。まあまあね。結婚式いいからね。結局良かったですよ。したいなって思いました。マジか。はい。それでは、チャーシュータイムをもう一度 はい、ありがとうございまズルズルどうもです。ありがとうございす。のびです。まあ溜まってたね、普通オタがたくさん来てるんで。はいはい。よろしくお願いします。いきましょう。笹かまや牛タンが有名ですね。宮城県。別に何なんですか。ラーメンネーム早もれさん。と考えてたからな。なん。セする君、野菜さん、のび君。こんばんは。今年で社会人九年目になる男です。ようわかる。何何歳か。 本ちゃん、サブちゃんともに楽しく拝見、拝聴させていただきます。ます自分は仕事柄全国に出張で回ることが多く、<お>人よりも色々な県の名物や食べ物を食べることができました。<ー>同様に全国を回っているお三方なら、ラーメン以外でこれは本当にうまいとか驚いたという名物などあったら、紹介いただけませんかよろしくお願いします。なるほど。PS、野菜さんの女嫌いの話にひどく共感を覚える今日この頃です。これも野菜さんのおかげかもしれませんよ。イだーイ <laughs> おかげじゃないからよくないことだからよくないよ少子化に貢献するな結婚してけみんな子供産んでけ女最高だぞ女最高だぞが一番最低なんです逆に最低なそれなら嫌いで落としく女性って本当にまばゆきものだよねいいいもう質問に答えようなんだっけえっと名物それが一番やっぱりでも言ってますからねまあまあいろいろ言ってますけどね結局海産物全部うまいっていう そうまたかと思いつつもうまいねんな結局うまいやっぱ金沢行ってもいいなと思うし北海道とかもいいし海あるとやっぱりね海いいです結局いすよね海産物はいいですねなんとか牛とかなってもなんかそんなこう抜けてうまいみたいなことあんまない気がする松坂牛はやっぱりさすがにあれは松坂牛ってさすがにだったけどね ったぶんあの年食ったもので一番うまかったも松坂牛確かあれうまかったしかもめっちゃ満腹で行ったのにあんなうまいってそうですねすき焼きそうひいたほんとにんでも爽やかじゃねえっまあ爽やかはうまいと思うそこまで感動しなかったんだよないやそれは違うんだよ違うんだよね違うんだよかんない俺らもまだそんなこうリテラシーが低かったんじゃないかにちょっと 初期のでしたからね何だろうねやっぱその素材のうまさとかで言ったら北海道とかさ海産物付けだと思うけどなんか調理の仕方とかを考えたら結構博多やっぱすげえなと思うあ博多か料理の種類とかがすごい高ツね高ツ海産物とかもそうだね結構マジ何食ってもうまいそうかも。鶏焼いたりとかさああそうかそういうのとか 鉄鍋ととかねね結構でもああるし安い東京に比べて圧倒的に安いのが多分博多じゃないかまあそうだねそれも言うんだったらそうだわみんな結構言うもんねやっぱ福岡飯がとにかくうまいみたいなそうだと思うほんとうんいやいいですねすごいねそんなもんですかはいこんな感じですかねじゃあ明太子食べてください明太子うまいはいラーメンネームお布団んて枕さん出た 埼玉県から送られてきました。栃木県に。もういいよ。秋玉という地名があるのでお気をつけください。すする TV の皆さん、こんばんは。こんばんは。私は今、戸惑っています。お、どうした導入やばいな。先週の CTA の中でお三方がマッチングアプリをご了承していたので、騙されたつもりでインストールしてみました。い、じゃいいじゃん。簡単な登録を済ませ、いざマッチング、 というところである問題が発生しました。ああそれはおすすめに出てくる男が、川谷絵音みたいな髪型の IT 企業勤務の男か、川谷絵音みたいな髪型の趣味がフットサルの男しか出てこないからです。<laughs> <laughs> 川谷エノンみたいな髪型は嫌いではないのですが川谷エノンみたいな髪型、その職業 <laughs> その趣味の人種とはこれまでの人生で相まみえたことがありません今年も私には春が来そうにないです<ら>すする TV の皆さんは最近新たに挑戦してみたけどやっぱりダメだったなーってことありましたかねとねどうしてもう女版チャルみたいな。<laughs> 確ダメだよ、伝染してるやん、どんどん。うつっかが。お布団手間からそういうタイプだろうなって思ってて、俺は。そうなの、そういう子だな川谷絵のみたいな。何回出てくるのって、川谷絵のん。確かにな。マッチングアプリしてるようなやつ、こんなしかおれへんの。まあ、そうだろうな。まあ、俺も結構ギリ、川谷絵のみたいな髪型の IT 系の人だけどね。ギリ、ギリ。寄せたら寄せたら、寄せたら。寄せっていけばね。そうなね大きくしたら。確かに。 なるほどな。で、なんだっけええ、質問はな最近挑戦してみたけど、ダメだったなってことああ、それはないな。あないんだ。明確にありますけどね、僕。ないないかも。ええああ、まあ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 。それなりにいいですけどね。まあ、やったはやったけど。ちょっとはでも身についたやろ。まあでも、結ロ昔の記憶が思い起こされたぐらいの。そうだよね。なんか。 やっぱ自分でやんなきゃダメなんだよなっていうとこなのよ結局ああい主導的に動かないとね能動的だけではなくなるほどそれがねやっぱ難しかったですねはい挑戦してみたけどダメだったあああ髪型とか俺変えた髪型変えてなくないいや変わってるよ俺いやいや変わってないよ前髪を実は上げるようにしてたんけど短くなったなって違うなと思っていやいや思ってるずっと 失敗し続けてる俺ちょっと覚えてないかな覚えてる俺 <laughs> の髪型見たない俺下 <laughs> <laughs> してたじゃん<俺>前髪いや変わってないかな <laughs> 嘘じゃんいや変わってない気がするけどな矢作みたいにしようとしてずっと失敗しないん俺実はああ今矢作みたいだけどね 失敗してるのそれで失敗してるじゃん別に別に普通じゃないんい個人的にはっていうその自分とやっぱ人からとじゃでも失敗してないって言われて続けようってなった今ああ失敗してないんじゃないもっと実は矢作みたいにしてねで事務所入るまではなるほどね事務所入るまででやっぱちゃうなと思ってバサバサバサてやって入っても誰に気使ってんの恥ずかしいって恥ずかしいってってはいそんなとこですかねはいえラーメンネーム

すするさん、チャルさん、ノビーさん、初めまして、初投稿です。いつも動画を楽しませていただいております。ありがとう。現在、ノビーさんの地元、大阪の大学に通っている3回生です。出た3回出た3回って言うからな。3回生ですね。実家は東京にあり、会社説明会のために帰省しましたが、全部キャンセルになってしまい、抵抗にくれています。結構中止になったりしてるらしいです今まで自老系が苦手だった私ですが、すするさんの動画がきっかけでハマってしまいました。大学が下新の 歴史を刻めの近くにあるので<ら>一時期週2で行ってましたいいな先日は明大前のもみじ屋に初めて訪問しました、はい、本当は汁なしを食べたかったのですが券売機にはありませんでした<え>いつもすするさんは汁なしを食べていますが店員さんに頼めば出してくれるのでしょうか店員さんに話しかける勇気がなかったのでお便りを書いてしまいましたということでなるほどなるほど汁なしはねあのそうなんです今は書いてないんですよ券売機には、えー、書いてないんですけどあの店員さんに言うと。 在庫があれば、券売食券を渡すタイミングであの店員さんに行って、まだ在庫があれば。汁なしありますかって聞いたらいいのそうですね。聞いたほうがいい。知るなしでって言って、ないですって言われるかもしれないし。っていう感じですね。結構そういうのあんだよな、なんか。別に理あったっけ昔からあって、昔は、もう、券売機に返したよね汁なしの方はみたいな。 汁知ってる人だけそうそうそれだけお願いしますみたいなラーメン屋さん結構そういうのあるねそうだねうんまあ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 ラジオリスナーぐらいでしたらぜひ試してみてくださいぜひぜひ行ってみてください汁なし美味しいので生卵と一緒にお願いしますはいそれではいきましょうラーメンネーム近くの藤丸は西新井大師店さんいいですね西新井大師の最寄り駅って 西洗い大師西なんだよね。えー、ね <laughs> やったぜ、えー。すごいな。何口から出たね、これ。<laughs> 西田のさすがやばいな。<laughs> さすがに西から出てほしい。けど、ね、<laughs> 東じゃなくてよかった。い <laughs> きましょう。はい、すするさん、やさきさん、のびちゃん。こんにちは。いつも B. G. M. 感覚で動画を楽しませていただいきます。<ー>特にミッドナイトは寝る直前に見るのが日課となっています。 熱のこもった企画ものを見るより、3人がゆるく話しているぐらいがリラックスして見れて、安眠につながっていると私は確信しています。強 <laughs> <laughs> そんな強いかな強 <laughs> <laughs> 3人は寝る直前にこれをしている、または寝つけない時にはこんなことをしているなどがありましたら教えていただけると幸いですということです。なるほど。はあ どうですか寝つけないからな俺は俺もなんだもうだから本当に力尽きた時だけ寝る切れる感じで寝るかなまで寝るって感じだな寝つけない理由は分かってないけどな何寝る直前までゲームしてるから俺脳がもう起きてるやんまずなるほどねで寝つかれんかったもう寝えへんけど俺ええそのまま起きてるすごっ結構なえたツアーの日寝てない方が多いでええ俺 絶対無理だね。ほぼ寝てないで俺。まあ車で寝てるからないつも。そうそうそう。車で寝れるわと思って。確かに。そう。確かに確寝付けないな本当に。どうやったら寝つけるんだろう。まあ部屋を暗くして、暖かくして寝ればいいのかな。なんか面白い。お可愛いいな。小学生みたいななんかね。いやでもホンダはあのアプリ入れてたよ。 安眠アプリ。ああへえ。あの環境音を流す。あああるよねアルファファの感じみたいな。だかそういうのやったらさ、それが気になって寝られへんあ逆いやそういうんじゃないんだよ。環境音だから。なんかじゃなくてその例えば充電しながらそれをやってたとしたらさ過充電になれへんかなとかさ充電抜いてたらさ電源充電切れへんかなっていうのが気になって俺を寝られない。やば。それはもうダメだよ。もういろいろ気になる。

気にしないことだよもうね全部本当二2時間前ぐらいから何もせんのが一番いいらしいけどなあ寝る2時間前とかね無理だけどね無理だねなかなかやっぱ携帯とか見ちゃうしねそれがよくないんだろうねね知ってんだよ全部まあ疲れるまで生きればいいと思うそうそうそうで疲れたら寝る寝るそれでいいよ確かにそれが一番自然体ではありますねはい次行きましょうラーメンネーム すするさん、チャルゾーさん、ノビーさん、こんにちは。CTA10 回目でメッセージ読んでいただき、ありがとうございました。<お>10回目放送の後、事務職として無事就職できました。あ<ら>その節はどうもありがとうございました。あり,ありがとうございます。 今回メールしたのはチャルゾウさんの脱毛のエピソードを教えていただきたくおただきました <laughs> 山梨えいとこツアーでの全身脱毛を知り、はい、私も脱毛貯金をしているので、うん、男性の脱毛ってどんな感じなのかなと気になっています確かにあこの人女性なのかな男性なのかな、まあ、かな子さんですからねどっちだろう女,女,な女の子こうですけどね 痛みが出やすい部位どのような格好や体勢で行うか実際に施術が始まって感じたことなどお聞かせいただけると幸いですなかなかないからね確かにちょっと気になる気になる気しかもスしたくない男性おるんかなだってああ確かにねどっかは絶対気になるんじゃないかもね毛やっぱ嫌だもんねえ とりあえずめっちゃ時間がかかる期間が長いですっていうことであできないってことまだ全然終わってないまだ終わってないまだな今何年か今1年ちょっとかなちょうどで何回通ってんの病院には分かんないちょっと何回とか数えてなかったどんぐらい終わってんのその分の1でえっとパーセントでよヒゲヒゲ以外は90%終わってるああヒゲ以外はヒゲが多分まだ半分ぐらいかなごめんなさいええん。 あ、ひげやっぱ結構時間かかるやっぽいからねひげってそうなんだよだしあんま多分出力出せないんだと思うめっちゃひげがめちゃくちゃ痛いひげが一番痛いひげだけあのあれ正気麻酔してやってるだからへ正気麻酔すんねうん気持ちいいよ正気麻酔正気麻酔オナニーとか全然やってないそれそれ気持ちいいっつってそうひげはマジで痛い結構最初一番最初がやっぱ一番痛かったんだけどもう もう気絶したえしてないけどね気やいやいやいやマジで痛かったパチパチパチンってするあそうそうそううでパチパチパチンじゃないやつもあるんだけど今メディオスターっていうそっちそっちはでも効果薄いかな髭げにはちょっとさすがに効果薄いかなっていう全身は結構メディオスターってやつだったんだけどねそうだ陰毛部分は痛くないんですか陰毛部分が最初でもやっぱ痛かった陰毛 一回ある程度低毛すんのえっとあ全部全部低毛していく一旦自分で自分で低毛していってケツとかはだから結構やってくれるけどオーラインは結構やってくれるんだオーラインはしょうがないあでもだからもう自分専用のんかそり機みたいなの持ってくああこれでやってくださいみたいなそう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 そそう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  僕、僕のちっちゃいから短い時間で終わってよかったですって自虐みたいなの入れたら全然笑ってくれなくて。どういうこと何て言ったのか分からへんん。そうです。何でもいいじゃん。<laughs> なんか笑うだけでいいじゃん。あ、まあ、確かに。笑いない欲しいよ、ね。シュてなっちゃって。<laughs> あと、まあだから、そこ、俺が言ってるところは、あの、そのデリケートゾーンは男性がやってくれるんだけど、 それ以外結構女性なんでえそうなの脇毛とか上半身下半身はえ下半身ってそこい外デリケートいわそうでまあまあエロいっていうまあまあエロいんだそのジェル塗ってピピピピってやってるからまあまあエロいよねもう確かにうんああアイマスクしてるけどねこっちはだからだからやろでもだから全くその人の顔を見ずに俺はその室にまず入っていく 見たらね見たらいろいろ考えちゃうから何も無心で受けてますけどそんなでも俺は大丈夫だったけどね全身そんな痛くない痛いけど痛みに強い人だと思う僕はって言われたそんな話だよみんなもっとギャーギャー言うんだと思う特に俺はグッてなってるだけ DGM に集中してるほ他のこと考えてるとかもう寝る寝れるん あの寝た感覚になるよく分かんないなんかやられてんなっていうからそうなんだセックスしたくない時に彼女にしこられてんなみたいなあ何それそんな時あるかセックスしたくない時セックスしたくない時に貪欲な彼女にんかいじられてんなっていう時の感覚そんな時間1秒もないみたいな感覚なるほどねヒゲってさ肌荒れたりしないのああ やっぱあれるんだね。あれってかあのそう初期はあれっすだよね。だし、あのまああんま家から出ないからいいけど、多分その後も前に剃ったりすると余計できれば多分放置した方がいい。あ、そうなの。ひげは。あ、じゃする難しいかもね。確かに。手の感覚もひくも弱いし。それがやりたいんだけどさ。めんどくさいもんね。それもね。うん。

すするさん、チャールドさん、ノビーさん、こんばんは。こんばんは。12月頃に影響された映画の件で質問させていただいたもみじ屋大好きです。<お>ところで、私は <laughs> なんかあんま分かってない。<laughs> 分説がちょっとうまく言えないああところで、私は今、絶賛就活真っただ中で、<ら>うん、エントリーシートや SPI の勉強、面接練習などに日々追われています。はい、大好きなもみじ屋にも行く回数が激減し、とにかく辛いです。いんじゃん。<laughs> 特に一番辛いのが面接においての長所と短所です意外と簡単なようで難しく企業に気に入られるためにありもしない長所を並べてしまいますお三方もぜひ学生に戻った気持ちで自分の長所と短所を発表してみてくださいよろしくお願いしますということではい短所も言うもんないや俺ち誰も就活してないからそういう僕の長所はみたいなやってないからやってないんだよねじゃあ次の方お入りくださいええまずお名前からお願いします どうもええー、ススルと申します。すするさんということで、はあ、い、ええー、まあじゃあ自分の長所と短所教えてください。そうですねえっと僕の長所はええー、まあなんかええー、あれです、ね、あの <laughs> えっと一つの物事に対してのこの集中力というものは、はいはい、ええー、抜きに出てるものがあるかと存じます。おおなんか具体的に経験であったりしたんですかそういうことは。 そうです、まあ、あの学生の時に、はいえー、友達と YouTube をやってたんですけど毎日ラーメンを食べる動画を、はいえー、5年ほど毎日してやらせていただきましたあ、はい、それはすごいですね、はいえー、じゃあ短所教えてください短所はそうですねこう興味がないことにはほとんど興味がない、ね、あそういうやついっぱいいるんですよね <laughs> <laughs> <laughs>

えー、28歳です <laughs> はいす、ね、年齢は大丈夫です <laughs> だなじゃあまずあなたの長所を教えていただけますか長所長所はですね僕あの生まれがロサンゼルスで生まれておりまして、はいはい、これがもう自分の中でもすごいかっこいいなと思ってまして、はい、ロサンゼルス生まれしかも僕 A 型なんですよ、はい、A 型ってなんか人当たりいいじゃないですか A 型ですって言ってこれ A 型のやつ嫌いだなって人多分あんまいないと思うんですよ、はい、でだからロサンゼルス生まれの A 型これってあと10月生まれなんですよ、はい、ロサンゼルス生まれ10月生まれの A 型これだけ聞いたらすごい好感を持ってくださると思うんですよね <laughs> 皆さんその生まれ自分の出生をすごい調子だと思ってますねやっぱり生んでくれた親に感謝あざす わかりました私は日本に誇りを持っており B 型が好きですああもうそういう企業僕ダメなんであっ帰ったチャンうがそういう企業すすげえ喋ゃなんなあも喋るなすげえ喋った方がいいんじゃないもしかして向こうが喋る前にあもう喋らせない面接官にんか言おうとするそしてっつってもう何度何度でも言うっていうそれでは次の方お入りくださいはい 失礼します。はい、お名前お願いします。ええ、のびです。はい。三十二歳です。お、あ年齢大丈夫です。はい。輪回。じゃあ長所教えてください。えっと私の長所はえっとストライクゾーンが広いことです。ストライクゾーンと言いますと、えっと女性の好みがすごく広いです。はい。はい。どんな大体いけます。じゃあ私もいけますか？あ大丈夫です。ああいいですね。いいですか今？ええあいいで今今いいですか？ああ。 じゃあ、お帰りくださいということで。ダメだダメだろ。そんなやつ言うやつね。えだろそんなやつ言うやつ。そんなこと言うやつね。言うやつないだろ。頑張ってください。頑張りましょう、本当に。応援してますよ。それでは、普通とはラストになりますね。ラーメンネーム、煮干し先生。東海地方から送っていただきました。はい。ろ。青森さん。ロサンゼルスさん。ほら。大阪さん。 大阪さんダサいだんほらこうやるとやっぱロサンゼルスさんがやっぱねやっぱいいですから突然ですがお三方の卒業生に聞いてほしい曲は何ですかちなみに自分は稲妻戦隊の応援歌ですそしてコロナ関係で卒業式も縮小中止が騒がれる今すする TV の皆さんから全国の卒業生へメッセージをお願いしますあそうだねということではい

1か月だったら出会いの季節でもありますからね本当皆さん体調に気をつけてもうちょいあっただろう今まだ急にクッス言っけど急に飛んだねまあそうまあ本当に体が資本なんでねやっぱりね体がないとやっぱ入学式も卒業式も出られませんからはいみんな体を大事にして頑張りましょうそういうことなの卒業生の人たってちょっと違うだろね違うのかな未来へ向けてとかさ未来に向けてとかこれまで培ってきたものを なんかるしど大体そういうもんでしょ西野のとか見たことないの大学のそう11時みたいなやつバカにしてるじゃ11分 ?11 時みたいなやつ重心がね重なるみたいなやつあれ確かにいいねああいうああいうことですからと言いたいああいう例えがね出てくればいいよねやっぱじゃあそういうメッセージお願いしますほうラーメンに例えてええすいや一番ねえまあ そうですねまあ、自分がこう箸だと思えば世の中は麺ですかスープですかね、はい、やっぱ自分でこう掴みに行かないとね<う>、えー、物事っていうものはやっぱ成し遂げられないっていうものもあると思うのでう、えー、皆さんも是非箸に。 なってほしいなとあわ大変思いましたうわいい方ーム行ったのにちょよかったのにもし1回耐えたのにな一回復帰したのになファイヤーで1回登れたちょと思えばカービィの攻めあれでやられたね先に掴んでるやついたからそうだ掴み切れば立か掴まりされてたそう。惜しかったねということで考えていきましょうはいじゃあ長くなったんで今週の曲はお休みですおいはいですかはいバイバイあ すするのミッドナイト TV から全国一曲ネットでお送りしておりますすするのチャーシュータイムをもう一度未来ハーズムン心いヒューから信じてっていう感じでねこちらが講の曲となっておりまあの実はねこのあと来客の予定がありましてね うん、間に合うのかっていう。もしかしたら途中でこのラジオが終わるかもしれません、まあ。そんなことあんのそんなことあんのコーナー行きましょう。巻きでコーナー行きましょう。巻きで行きましょう。架空ラーメン屋あるある。イェーイ漫画や有名人などのラーメン屋にありそうなメニューや麺店員さんの特徴などを送ってもらうコーナーです。はい。というわけで、じゃあ早速行きましょうか。はい。はい、ラーメンネーム大島祐子さん。お。 私が先日行ったのはラーメンのぶしですうん、二郎インスパイア系のこちらはラーメン屋さんっぽい風貌の元ヤクルトの畠山和弘小屋の栄一下柳剛さんが経営しています美味しかったのですがアルバイトの秀太さんがミスをするたびに下柳さんの泥が飛んでいたのでもう行きたくないですい <laughs> すごいな,いな関元もおるやろこれ絶対関いるなこれおペで7便 <laughs> に来てくれる人や、ね、いそうだね関元<本> <laughs> 泣きそうな顔して <laughs> 知らない。誰だよ。全部誰だよ。下柳知らんのか。全部誰。でも、これのチンプレーコープレイの、あの、声、当ててんのが、あの、アンタッチャブルでめっちゃ面白いから。ああ、面白いよね。誰。あれは。俺、アンタッチャブル、誰。アンタッチャブル。野武士、何。野武士軍団。って言われてるんです。しょうもない。下柳も面白い、本当。こんな人切れるかって、思うぐらい。る切れるから、本当に。バレンタインより。 バレンタイン監督より、そんぐらい切れてるね。ホームページ投げるぐらい切れてる。それはブラウンそれはブラウン監督。そんぐらいの切れ方だよ。う。物は投げるから。物投げます。なるほどね。ありがとうございます。もう二度と送ってもらってください。ラーメンネーム、ラーメンネーム、へが出る3秒前さす。いいですね、筋肉マン。 東海地方の愛知県から送っていたただきました、はい、先日松井和代さんが経営しているラーメン屋に行ってきました<ー>そこではカードを作ることができラーメンを一杯食べるごとにポイントとしておちんちんシールを1枚カードに貼ってもらうことができるというものでシールが10個になると特典として松井坊がいただけるそうです懐かしいな全体的に <laughs> ラーメンはまあまあ美味しかった <laughs> まあまああまあま,まあちょっと家庭的なとこありそうだからまあね、うん

そういう感じです。なるほど。巻き巻きでいきましょう、今日はちょっと。あ、ごめんなさいね。じゃあ次も。いきましょう。はい。ハッピーファミリーのコーナー。このコーナーは、みんなの家族にまつわる、本ん化エピソードを送ってもらうコーナーです。そんなものあったのか。心温まるコーナーですね。あ、あいいなんかもう、エロいのとかさ、いつねえのばっかりだったからさ、ここで温まろうっていう、確かに。ハートウォーミングなコーナーになって春のコーナー。春ですね。はいいいですね。いきましょう。はい。ラーメンネーム、 さん大丈夫か大丈夫だん母親が娘の私の名前を使って乙女ゲームをしていたおあいいですねいいじゃんいいじゃんほっとするな確かに確かにいいねちょっと自分はちょっとまだあれかなって思っちゃったんだろうねそうだね若くなりたいそんな年じゃないとあえて娘の名前でねああかわいいお母さんかわいいほんわかかわいいほんわかはい次行こうラーメンネームのりま枚さん うちの父がこの前 LINE でスターウォーズのスタンプを買ったようなのですが、ダース・ベイダーが私がお前の父親だと言っているスタンプを気に入って送ってきます。いいね。いいね。ああ、めっちゃぽりすんな。いや、そうだけどみたいな。確かにね。なんて返したらいい確かに。なんて返したらいいなんて返しんだろうね。やりてえな、でも俺、娘に。それ返し用のスタンプないのかね。あ、ね。I am your father に返す。嘘だーってのないん。ああ、いいね。ありそう確かに。 なるほどね大人なったらやりたいやりたい俺だって娘に俺がキャプテンアメリカやってすり込んでるからね何それホね好きだよね結構好きだよ娘さんうんめっちゃ好きだよ娘ねっ何そしキャプテンアメリカとかさマーベル好きじゃない結構ああそう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 てうあうそ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 うまうそう ラーメンネーム「食こそ旅の醍醐味」<お>愛知県から送っていただきます,すまた我が家の父を紹介させていただきますはい父の名はビリーです <laughs> <え>もちろん本名ではないですが <laughs> <ー>仕事の名刺も LINE の名前もビリーでー、ま、かっこよ <laughs> 生まれも育ちも日本の生っ粋の日本人ですが、はい、約8年ほど前から自分のことをビリーと <laughs> かっこよなぜビリーになったのかどうしてビリーなのかはわからないですわかんないのか気にしたらダメだと思い <laughs> そっとしています <laughs> 理解できない部分もありますが、いつも笑顔でいい父です。いいだ、いい父ですね。めっちゃいいな。呼ばすか。そうなるよね。でもキャプテンのみになってくるわけでしょ。確かにそうそう。ロッツスティーブと呼ばそうかじゃあ。ロジャースっていうから。あ、そうなんだ。でも俺中学の時、おかんに俺のことジュニアって呼ばしてたからね。ああ、うわ。痛いな。それは逆だとちょっと痛いな。父親を合わせてなんか本音やで。ジュニーって呼んでって言ったら呼んでくれたよ。ジュニーいいな。本音がすか名前だな。ビリーって絶妙な名前だ。しかもちょうどいいね。うん。 すごい空人をやっぱ思い出してああドラマのねそうだよねそうそうビリーって言われるケツがビリって破れてそう服が空人いるなああいうお父さんなんだろうなって思っちゃうわいいなビリー結構いいからなしかもねもいいですね好きだわビリーすごいなあいいですねすごいほんわかしたすごいいいコーナーだなこれいいコーナー本わかしたいよみんなのこと聞かせてくださいはいじゃあ引き続き このようなおたよりお待ちしておりますので、はい、ええなんだっけ？渡辺先,先はスロットシティアットマークジンルのほうによろしくお願いしますよー。よろしくお願いします。新コーラーの提案などもよろしくお願いします。チン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 。<は>え？てか何時来るんだっけ？<は>うわあまだいけか微妙です。まだいける。行きましょう。エンディング！おおい行。行きましょう行きましょう。 それで間に合うか微妙なんでね、はい、途中でインターホンが鳴ったら強制終了ですそんな話あるのそれでは一枚あ,あおほらきてるんですねおほの方、はい、エンディングにも読ませていただいてもはい よろしいです。やいや時間ないんだから。すスピさんチャルプさんのビーさんこんばんは。岩手県在住のリヤス司会がね有名なんですけどもラーメンネームしけとり横綱です。シながら新コーナーの提案をさせていただきます。私が提案させていただきますは新しいジングルを考えようのコーナーです。放送回数も20回を超え毎週 CTA を楽しみにしているリスナーも多いと思われます。ありがとうございます。私はラジオといえばジングル。ジングルといえばラジオという。 ジングルが好きです<ー>現在使われているジングルはもちろん素晴らしいものですがそこに新たなジングルが入ることによってよりリスナーの興味を引けるのではと考えました、はい、毎週違うジングルにするのもよしソムケルのコーナーのように選考するのもよしでリスナー力が試されるコーナーになるのではないでしょうかなるほど是非ご検討をよろしくお願いしますはい是非、うん、送ってください ジングルをジングルを送ってもらうジングルを送ってもらう <laughs> <laughs> ジングルを作ってくれるってことも、えー、ジングル作ってくれたら最高だし確かにまあなんかお題もらってね<ー>それに当てはまるなんか二人でね掛け合いして、ね、あのそれこそガキ塚のね <laughs> あのトークの あ松本浜田の薬箱そう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 いうのを送ってもらってもいいしね確かに確かにそういうのを今やってもいいしちょっと今は時間ないんでねもし何も送られてこなかったらそういうのを来週取りましょうじゃあいいじゃんやってみた確かにそれかもう離島ぶりみたいにんか「ドゥアドゥアドゥア」ありそうやけどなすごいよあれなるほどそういうのを作ってみたいんでまあお題とかでもいいしもうそれこそ何か素材送ってくれてもいいのでそうですねうんじゃりますんのでも何年ぐりですねいいですね ジングル決定戦もやりたいなならね、せっかくまいたちがさ YouTube チャンネル見てるでさ見てないそれの一番最初オープニングを作ろうみたいな会があって素材いろいろ渡されてその中から吟味していくんだけどそういうのも楽しみううかまいたちがやったらめちゃくちゃ面白かったああやっぱそうなんだまあね やっぱ面白いわ面白いよねロ聞いたただの平面ロケさせても面白いんじゃないそう本当にそういやだから企画が全く面白くないんだけど全部あのめちゃくちゃ面白いかまいたちでいけるそう本当に構いたちでいってるすげえなすごいぞあれだから企画とか時間があったらめちゃくちゃすごいんだろうなって思っちゃうやっぱ時間多分ないからさああいう感じなんだろうけど冠持ってようんやってほしいわほんと確かにすごいね最近芸人さんが芸人さんすごいねん。なんんそれ。 いやいや、もうユーチューブの進出だったそういうことね、うん。すごい。楽しみです。はい。来週なんかありますか。うん、なんか僕は岡山に行くことになってます、ね。あ、そうか、そうか、そうか。来週とかも、今週かも。今週ですね。はい、今週だ。うん、でやっぱね。うこう、結局詰まってくるからね。 結局ね、今月とかはまじ分かんなくね、結構。コロナでいろいろ中止になったりするからね。そうなんですよ。まだ分かんないんですよ。そうですん。ツアーとかもね。気をつけて家におってください、ぜひ。確かにかかるときかかるからね。どんだけやっててもみたいなとこあるわ。そう。ほんに。そういうことですね。ほんに。家をおってください、本当に。でも。まあまあ、体には気をつけましょうっていう感じですね。おー、かっこいい。ん終わります 駆け足で言ったら、意外と余るっていう。余ってるわけじゃないんだよ、もう来るからね。まあまあ、はい。なんか言い残したことは。いや、いいよ。もう。すごくどうでもいい話を思い出しただけ。まあ、じゃあ、来週ね。あ、なるほど来週聞きますんで。来週。絶対忘れてるだろ。どうでもいい。だから頑張っていきましょう。こうする。